大将軍者が存在することから、それらを区別するために、西鴨大将軍神社と呼称することもある。西鴨地域のうぶすながみとして数形されている。神社案内版の遺書書書によると、創建は609年とされる。関武天皇の平安系造営に際し、王城鎮護のため京都の四方に、大将軍神社を祭り、当社を、北方の守護神としたと伝えられる。 古くは、住者、各社とも呼ばれ、片がえ、駅除けの神として、信仰を集めている。ただし、各社は、大将軍神社とは別の神社であったという説や、伝承もある。また、創建当初からこの地域には、画用が設けられ、平安時代には、漢画の瓦を焼いていたとされる。近くにある、人工院が、喜び園に創建される前には、 京都御所に奉納する河原職人の宿に用いられており河原屋寺と呼ばれていた。当社はその鎮守の社でもあった。また河原屋寺は江戸時代初めまで西鴨大将軍神社の南側にあった昭寿寺を指すという説もある。昭寿寺は正殿寺と密接な関係を持つ寺で、正殿寺の古文書によれば江戸時代には昭寿寺というよりも正殿寺が 大正軍神社と関わりを持っていた。それと同時に、上鴨神社とも関係があることは言うまでもない。鳥居西川抹茶軍本殿は、1591年に造営された、鴨明一池の神社の拙者、片岡社旧本殿を、1628年から1636年の間に移築したものである。一軒者流れ作りで、鴨社最古の建物とされている。 同じく、片岡神社の国名のある、鉄道路と共に、1985年に、京都市指定有形文化財に指定されている。また、境内に鎮座する、建築物と、それを取り囲む樹木とが一体となって、鎮守の森としての境内景観を止めており、京都市によって、当社境内全域も、大将軍神社文化財環境保全地区に、決定されている。 10月の、おおむね23日より、前の日曜日に、当社の霊祭が挙行される。前夜に、酔い祭りの神事として、餅つきを行う。霊祭行列の主役とされる、乙女をはじめ、壮大、宮茂で、後、そして、三越若中などの行列が、古来の衣装に身を包んで、賑やかに宇治子町内を練り歩く。ありがとうございます。